も本当に自分も取れるとは本当に思ってなかったので、まあ、びっくりしてます。落合さん、取れるとは思ってなかったって言いましたけど、出発式の時にはですね、出発式にこんなにたくさんありがとうございましたって言いながら、あとは内閣総理大臣賞取ってくるだけですって言ってたのに、今取れてからその自信のない言葉は何なんだと思うと、本当にあの言霊に乗せて、ここまで、日本一3776メートルずっと行ってきましたけど、登り切ることができました。本当にありがとうございました。自分たちの力だけではどうにもなかったですけど、周りの方々に助けていただいて、ようやくここまで来ました。ありがとうございます。地元開催ということで、まあ、やっぱり日本一をっていうのはもうずっと言われてきてたし、まあ、自分たちでも、まあ、そういう思いでやってきたので、まあ、日本一をまず4区で取れて、その上で、まあ、内閣総理大臣賞までいただけて本当に嬉しいです。そうです、前回の宮城大会からものすごくあの鹿児島の、まあ、出品者のブースがものすごく協力的で、みんな他の地区を越えてですね、あのやっていた、その雰囲気を前回大会、3区の代表でした森さんが作ってくれた、今回はですね、そのさらに上を目指そうということで、技術員さんたちもそうですし、大会関係者もそうですし、鹿児島チーム鹿児島としてですね、本当一丸となってっていうことで、やらせていただけたし、あの他の県の方々が鹿児島ってすごいですねってなんか納得できます。そのみんなで一番取りに行くっていう姿勢がものすごくこっちもビシビシ伝わってきますし、行政の方がですね、参考に他他県の方があのうちも参考にしてさせていただきたいし、まあ、見習いたいですってことを言われた時に、なんか本当チーム鹿児島として参加できてよかったな、その一員となれてよかったなと思ってます。私は初めてなんですから、まあ、業界が勤めてた仕事がちょっと全然違う、まあ、親父の後を継いでやってるんですけど、まあ、本当に良かったなって思ってます。まあ、ただ今感無量で、嬉しいという言葉でいっぱいなんですけど、今回の牛本当に順調に来て、まあ出品できた牛に感謝と、あとこの牛に対して本当にたくさんの仲間たちが支えてくれたので、チーム宮崎の仲間たちに感謝と、そしてすごく高くで購買していただいて、宮地区等にもですね、感謝したいというふうに思います。はい、嬉しい、もう最高です。こういう素晴らしい賞が取れたこと本当に嬉しく思ってます。まあこういう賞を取れたのも地域にいる技術員でも生産者もその人たちのおかげです。特にですね、もうこの賞は私では技術員の川野彦君っていう技術員がいるんですけど、その人に全部やりたいって思っています。まあそのぐらい助けてもらってここまでやってこれました。まあ本当に嬉しいです。はい、今回の全競はですね、出場というのが奈落にできてですね、これを目標に頑張ってきました。その目標の通りですね、日本一を取ることができてですね、もうこれ以上の嬉しさはありません。以上です。